ブラック・ジャック・ランザは、アメリカ合衆国の元プロレスラー、WWE プロデューサー、ニューメキシコ州アルバカーキ出身。少年は1935年ともされる。現役選手時代は、カウボーイギミックのヒールとして、ブラック・ジャック・マリガンとのタッグチーム、ザ・ブラック・ジャックスなどで活躍した。カウボーイの家系に育ち、学生時代はレスリングに熱中する一方、ロデオでも活躍。 南部三州のロデオ大会で優勝したこともあるという、ドリー・ファンクシニアにスカウトされ、1962年にプロレスラーとしてデビュー。当初はカウボーイ・ジャック・ランザをリングネームに西部の伊達男風のベビーフェイスとして売り出されていたが、1967年にインディアナポリスのワウィでヒールに転校。ボビー・ヒーナンをマネージャーに従えブラック・ジャック・ランザと改名し、 12月27日にウィルバー・スナイダーからワウイ世界ヘビー級王座をダッシュして脚光を浴びる。NWA 県のミズーリ州セントルイスではアーニー・ラットとも交想を展開。1969年には総本山のキール・オーディトリアムにて2月7日にジンキニスキー、6月14日にドリー・ハンク・ジュニアの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦した。 1971年、ビッグ、ボブ・ウィンナムこと、ブラック・ジャック・マリガンと黒ずくめのカウボーイコンビ、ザ・ブラック・ジャックスを結成、同年11月6日に、スナイダーポール・クリスティから、ワウィ世界タク王座をダッシュする。以降、同タク王座をめぐり、ワウィとアワを股にかけて、リック・ザ・ブルーザークラッシャー・リソワスキーの、極道コンビと構想を繰り広げた。 シングルでの活動も続け、1973年上期に、WWWF のペンシルベニアでの興行に、ブラックジャックスとして単発出場した後、同年下期より単身で、WWWF に本格参戦し、ペドロモラレスの WWWF ヘビー級王座に挑戦。10月15日には、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて、アンドレザ・ジャイアントとも、 シングルマッチで対戦している。1974年は、テキサス州ダラスの NWA ビッグタイムレスリングに、進出、マリガンとのブラックジャックスで、同地区のタッグ戦線を席巻する一方、シングルでは10月にホセロザリオから、ブラスナックル王座を奪取し、12月には、フリッツ・フォーン・エリックとアメリカン・ヘビー級王座を争った。WWWF には1975年にも、 マリガンと共に参戦、8月26日にフィラデルフィアでドミニクで N チとパッドバレットのチームを破り、WWWF 世界タッグ王座を獲得した。シングルでも11月から12月にかけて、ブルーノ・サン・マルチノの WWWF ヘビー級王座に挑戦している。1976年にブラックジャックスを解散して、アワに復帰、ボビーバンカンを 新パートナーに、同年7月23日、ブルーザークラッシャーから、アワー世界タク王座をダッシュ。以降、翌1977年7月7日に、クレッグガニアジム・ブランゼルのハイフライヤーズに敗れるまで、ベイ・スティーブンスラリー・ヘニング、モラレスピーター・メイ・ビア、アンドレ・アンド・クラッシャー、バーン・ガニアビル・ロビンソンなどのチームを相手に、防衛を続け、 第32代チャンピオンチームとして長期政権を築いた。アワでは1978年にボブ・オートン・ジュニアともタッグを結成している。1979年にはマネージャーのヒーナンと共にアワを追放されたというアングルのもと、ジム・バーネットの主催する NWA ジョージア地区のジョージアチャンピオンシップレスリングに転戦5月14日にボブ・アームストロングから tbu 王座をダッシュした。4日後の5月18日、アトランタのオムニコロシアムで行われた、ジョージアタック王座争奪トーナメントには、ロンバスト君で、出場、1回戦で、アームストロングロバート・フラー、2回戦で、ダスティ・ローデス&、リック・スレーターを下して勝ち進んだが、準決勝で、和風マクダニエルトミーリッチに敗れた。 オムニコロシアムでは同年9月21日にスタン・ホンセンともシングルマッチで対戦している。ジョージアではキラー・カール・コックスやマスクド・スーパースターなど現地のヒール勢と共闘、ジョージアヒーナンファミリーの一員として悪名を高めた。1980年に体調を崩して一時リタイアした後、1983年にフルスノアワで復帰。かつてと同様に ヒールのポジションで、ジェシー・ベンチュラやケンパテラと共闘し、NWA セントルイス地区では、ヒール・オーディトリアムにて、デビット・フォン・エリックや、ジェリー・ローラーとも対戦したが、同年秋に、マネージャーのヒーナンと仲間割れ。これを機に、白いテンガロンハットとタキシードジャケットを身につけた、ベビーフェイスに変身した。1984年3月4日には、イリノイ州シカゴにいて、 日本でアワー世界ヘビー級王座をダッシュしたジャンボツルダのアメリカでの初防衛戦の相手も務めており、この試合は日本でも中継されている。アワーではフロント職のブッカーとしても才能を発揮し、アワーの頭脳とも評されたが、その手腕をビンス・マクマホンに見込まれ、1985年にロードエージェントとして WWF へ移籍。以降、パッド・パターソンらと共に、 WWE の流星を裏方で支え続け、2006年4月1日には、マリガンとのブラックジャックスで、WWE 殿堂に迎えられた。1966年7月、本名のジャックランザ名義で、日本プロレスに初来日。同時参戦していたカールゴッチとのタックや、ジャイアントババとのシングルマッチも行われた。 ブラックジャックランザに改名後の1971年7月には、当時アワと提携していた国際プロレスのビッグサマーシリーズに、マネージャーのヒーナンを帯同して来日。シリーズの外国人エースとして、最終戦の8月2日に、東京の足立区体育館にて、ストロング小林の岩世界ヘビー級王座に挑戦している。三度目の来日となる百七十八年十二月には、 当時のアワ世界ヘビー級王者ニック・ボック・ウィンクルと共に全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦第一回大会にアワ代表チームとして参加した。ボック・ウィンクルとはヒーナンファミリーの名優でもありチームワークは万全でファンの注目を集めていた現役世界王者の梅ゆ払い役を務めた。NWA 代表チームであるザ・ファンクスとの公式戦ではテリー・ファンクに お箱のブレーン苦労を決め、そのままリング街へ放り投げたこともあった。以降は、選手として来日することはなかったが、前日のように1984年3月4日、シカゴのローズイモントホライズンにて、鶴田のアワ世界ヘビー級王座に挑戦した、タイトルマッチが全日本プロレス中継にて放送された。WWE のスタッフとなってからは、1九十一年三月三十日に、 開催された SWS との合同工業、レッスルフェストイン、東京ドームや、1994年5月に行われた WWF 初の単独日本遠征、マニアツアーなどに現場の総責任者として来日している。マニアツアーでは荒崎人生の個性と才能に着目し、WWF との契約を打診した。相棒マリガンとのブラックジャックスとしての来日は、 一度も実現することがなかった。日本での異名はマリガンの黒い猛牛に対しランザは黒い荒馬と呼ばれていた。WWE では1985年以来プロデューサーとなって試合のストーリー構成や選手の管理業務に携わっている。パターソンやトニー・ガレアのようなビンス・マクマホンシニアの代からのブレインではないトザマの幹部では ジェリー・ブリスコと並ぶ古株である。戦力外と判断されれば、選手同様に裏方の人間も頻繁に解雇される WWE にあって、長年養殖を務めており、ビンスからは会社を任せられる男として全幅の信頼を寄せられている。歴代スーパースターからの信任も厚く、スティーブ・オースチンは、実著でランザのことを親父のような存在などと評している。 ランザはオースチンが、リングマスターのニックネームで WWF 入りした1995年、当時から目をかけ、専任エージェントとして、彼の試合のほとんどのブックを手掛けた。ストーンコールドのキャラクターで大ブレイクしてからも、オースチンは、ランザにアドバイスを仰いでいたという。また、1997年には、マリガンの息子バリー・ウィンダムとジャスティン・ブラッド賞の、 ニューブラックジャックスのプロデュースも担当した、レイフィールドとはギリのおじと甥の関係にある、ジャックランザーに関するカテゴリー、ありがとうございます。